まあ、磯やんが時間差ゴールということで、2,3 点入れたということでございまして、はい、2,3 点差で勝ちましたということでございまして、そろそろ得点がボロボロですから、ね、落ちてきてしまってるんですけど、もうこれ全部壊したらいいよこれ。